ダクスの好感度を爆速で稼ぐキラスホイナに対するみんなの反応をまとめてみた。ちなみにですが、実は私イモン団の脱出ポットがアクエンジェルに拾われた時、話数で言うなら無印だね80話の時点でもうキラに強く惹かれていましたわ。お気づきでしたか。ついでにアスランと男女としてはもうやってけないなって見切ったのは11話ですわ。仕方ないね。なんで20話でアスランに最後のアプローチ決めますが、向こうの対応が対応だったので。早くない。早くない。よく考えたら8話で出会い10話で別れ31話で再会し34話でフリーダム渡してキスしてると考えるとものすごい勢いでキラガラクスの好感度稼いだことになるよな。これ、よく考えたらキラを失敗作呼ばわりしてたってことはもしかしたらアコードもどきで相性かなりいいんでね。だから洗脳キラキラの中にキラがフラッシュバックするのでは。どっちかって言うとスパコとしての調整で才能全部ぶっ込んだらアコードの因子もキラの中にありました説を推したい。出会いプラス1000、アクエンジェルでの交流プラス1万、アスランとの別れプラス10万、クライン邸での看護生活プラス100万、泣いていてもまた戦うと決めた言葉プラス意味とばー、大体こんな感じ。信じられんくらいラクス特攻してるからな無印キラ。ラクス専用スパダリだから。そして私がキラ専用のスパハニですわ。寝取られやんけ。寝てからええ。寝てからいいのよアスラン。実はとっくの昔にキラは童貞を卒業していた。この事実を知ったアスラン、ザラは廃人とかした。振られんのはええよ。全然合わない婚約者に内心疲れたお嬢様の前に、心が擦り切れそうになっても泣きながら友達を守るために戦う優しい少年が現れた。急所に当たった。ラクスなりにアスランへ構ってアピールをしてみた。アスランは全然気づけかない。ラクスはがっかりした。まあ視聴者ですらふわふわ不思議ちゃんがなんかよくわからんこと言うとるなってなってたから、アスランだけを責めることはできない。この件がなくても遅かれ早かれって感じがする。なんせ久しぶりに婚約者に会いに行くことを面会とかいう最高に味気ない言葉にしちゃうような男だからな。アスランはアスランからキラの話も聞いてるし、そこでもキラの知らんところで好感度上がってそうではある。寝取られやんけ。寝る以前に出会ってすらいねえやつが何を。君は BSS でしょ。なお会ったこともない模様。なんで戦場に出たの。キラがまた戦うと言ったから、種の時点でオルフェにナノサイズの勝ち目もない。クラインの別荘みたいなところでキラが、僕はここにいていいの、でもちろんとかずっとこのまま入れたらいいのとか言ってなかったか。ピンクの受血オペレーションスピットブレイクがなかったらラクスの家でキラはアスランと再会したのかな。もしかして運命の序盤で昇進のキラを癒しながらも万が一を考えてフリーダム隠して作らせてたラクスってだいぶおいたわしい。積極的に狙われると思ってたら子供と同居なんてしないだろうし、本当に万一程度に考えてたんじゃね。まあ実際は初手で新型機持ち出すレベルの案、舞台が来る程度にガチだったわけだが、フリーダムのハッチが閉じられている間に、泣きそうになるラクスの表情を見るに、もしものためにと作っていましたが辛い、と考えていそう。キラは知らなかったみたいだし、嘘とは言わんが隠し事していたのもからそう。作ってたはいいものの戦わせることは本当に嫌だから、あの時鍵を渡すことためらってそのまま死んでもいいレベル。それを見てぶっ壊れたままのキラがじわから鍵を求めるおいたわしいところの騒ぎじゃないシーン。逆に再会直後で好感度マイナスにしたアスランとは、アスランでしょ。きっとそういうことなのです。アスランすごいよね。一瞬でラクスの好感度ゼロにしたんだから。もしやこれもアコードの独身能力とか精神感応のせいなのでしょうか。ぶっちゃけアスランは本編までの積み重ねの問題もあるから。こいつラクスの慰問船が行方不明になった時ですら探しに行きたいけど軍人だし立場的に無理。みたいな気まじめ方面じゃなく、探しに行けって言われたのに民間船がそうそうひどいことになるわけないし大げさでしょ、とか言い出すやつだぞ。クルーゼがおいおいってなってるのほんと好き。なんかこの二人って互いの生存能力に対し妙に信頼しているよな。こういうの意識しながら、改めてシード無印とか見返したくなるな。初っ端から惚れ込んでたから初期 OP 時点で繋がる瞬間意味深してたのね。女の子を口説くとか、別に得意ってわけでもないんだけど僕。ラクスに特攻すぎた。それだけや。フレイは悪女ムーブしてたら本当に愛することになったし、かがりもして知る前は結構矢印あったように思うし、じわから行かないだけで周囲からは結構来てるんだよな。要はキラさんの行動選択すべてに惚れてんのよ。種でキラから攻めたのか叩き寄せたのと方にキスしかない。OP では最初からキララクが示唆されてたのよね。ただラクスはアスランの婚約者だし、ラクスはしばらく出てこないし。ということ。ってなったり値視聴者もいたのかね。種終盤でキラに泣きついて以降は思っきり顔に感情出るようになった。特にキラがヤバいと騎士わからしくなったんだが、それまでは本当につかみづらい子なんだよな。嫌がらせや嫌味を意識してやってたなんて今になって監督が明言するまで思わなかったぞ。あとはもう出てるけど、かがりはかがりでかなりアスランに効く性格してるからな。あれ、ラクスの不満は確かにわかるが、もっとちゃんと言えばってのはあったわけで、それができなかったラクスに対して何回もしっかり言葉に出していろいろ言えたかがりがかなり強い。
カガリいなかったらキラとアスランがオーブで再会した時もちゃんと和解できなかったかもだしな。フリーダム初出撃までの療養中のキラとの会話がすごい独特というか、何が言いたいのかよく考えないとかなりわかりづらい。出撃直前の、君は、誰？私はラクス、クラインですわ。キラ、ヤマトとか最たる例だと思う。これの解釈よくわかってないんだけど、立場や所属じゃなく個人の意思で動くってニュアンスで大丈夫。公式解釈は知らないんだが、今回の映画の話を見るに平和の歌姫だとか、シーゲルの娘だとか、アコードだとかそういうのも知ってなおキラは、なぜ君はこんなことをしてくれるの？君は一体誰なの？っていうラクス個人を見てのアバイっぽいので、そういう風にしか見られてこなかったラクスにはかなりいい意味で刺さったんじゃないかって言われる。歌姫としての人気や議長の娘って立場だからプラントで対等な人間関係あったのかな、友達いたのかな。アスランですら初期は敬語だったろ、マジで対等な人間いなかったと思うわ。その後、ザクとのアスランから呼び去れる元婚約者。運命のラクス、アスランの言葉とか自由のアスラン、キラへの言葉的に適度な距離感の友人とかなんなら仕事仲間としてならアスランとラクスの相性悪くないんだよな。ただ致命的に恋人としての適性がなかった。むしろあのアスランを夢中にさせるかがりすげえな。ここでずっと暮らしてたっていいっていう割にはキラが気にするような情報は仕入れてチクチク刺激するから、引き止めたいの、行かせたいの、とは感じてたな。あそこキラはザクトでも連合でもない個人としてもう一度泣きながら戦う道を選んだ。ラクスポイントは天元突破してキラしか見えなくなった。思えばアニメだとラクスって結構キラに対して積極的だったなって思う時がある。私の思いも共に放棄すはあの時点ででき得る最上級愛情表現だった。なんかあれってキラも発動してるからな、テレパシー。とはいえ、この二人が惹かれ合うのにアコードは一切関係ないと思うが。ラクスはだいぶロマンチストで乙女チックなんだけど、アスランはそこら辺のふわっとした概念理解できないから。それに対してキラって弱いところも見せつつ、ラクスにとって100点満点の王子様っぷりを出してたからな。フリーダムでやった告白なんて最たるものだもんね。あれだけキラとラクスは同志ですとか言ってたのに、ラクス側の矢印がほぼ最初から愛なの笑う。親が決めた婚約者というのもあるけど、アスランが荒れすぎてな。対してキラは白馬の王子様だったもんだから仕方ない。キラに関しては遺伝子レベルで定められてたオルフェが悪夢っぽい時にキラに被ってくるし、握手して遺伝子が、こいつが運命の男じゃ、した後にオルフェにキラが被るレベルで運命感じてるから、まあいいとして、アスラン、まあ本編前の時点で色々あったんだろうけど。ほわんほわんアコ、と、この胸のときめき、きっと相手はキラ、いやキラではないですね、拒絶。アスラン、まあ、かがりに惹かれた身としては納得しかないが。ラクスはいろいろとコミュニケーション取ろうとしてるんだけど、アスランが仕事がとか言い出すから冷める以前の問題なんだ。スカットがで結構ある展開なんだけど、昔は本当に自分の生活圏での普通が基準で他を知る機会がなかったし、初見当時は子供だったからそういう感情の機敏は理解が追いつかなかった記憶がある。キラ側は全く意識してないあたり、ラクス本当に肉食系だな。20はラクス、ちょっとハロの嫌がらせとキラ関係で攻めて、対応を見てみましょう。わ、この男、何、あのシーンでそこまでアスランの好感度下がってたとは思わなかった W。ラクス、わ、この男、何、あのラクスが、わ、この男何と思ってたのが面白すぎる。友人に離れるけど恋人とかは絶対無理だなこれは。なお試しで満身創痍のアスランに無茶振りはかます。自分で選んだのアスランだし、また君も俺は戦士だから戦えって言うんだろな。アスランに対して、それ決めるのもあなたです、選んだ道が取れるよう手助けはしますが自分でやること決めなさいってはっきり他人に乗っかって流されてんじゃねえってケツ叩いてるだけだ。ラクスを超人的な天上人とか思わずに一人の普通の女の子として見れば納得できる話ではあるな。プラントにいる分だと、ちょっとヤバいぐらいカリスマがある歌姫という肩書きが外れないからね。なのでプラントに住んでなくて、誰、ぐらいの距離感からスタートのキラが刺さる。アスランもラクスも惚れた相手に積極的という点では似た者同士。俺の知ってるラクスは、と言ってたのを後から聞きましたが、どの口が言ってるんですかこいつは、と殴りたくなりましたわ。じゃあ何も言わなかったらよかったんですか総裁。どうせアスランなら余計な一言は言うでしょう。アスランからしたら自分がキラと一緒に戦えるきっかけ作ってくれた人だし。まあアスラン完全に、親に決められたから丁重に扱うけど、みたいな態度だったしな。ただの友達、同士な今の方が絶対に仲いい。ルランダルがミーアを利用して死なせた件未だに許してないから相当根に持つタイプだからね、ラクス。敵方の船の中で一人優しく接してくる男だからな、キラ。アスランにラクス返却したシーンじゃアスランが話そうとしたの遮ってキラにお礼言うぐらい惹かれてる。去り際のロマンチクス。アスランが、ラクス、クラインってこういう人間ってのを本当の意味で理解し始めたの絶対にフリーダム強奪事件後だろうしな。それまで天然ポワポワお嬢様として見てなかった。パトリックからあんなの見せられたらな。そんな、
アスランとは一緒にアイキャッチまでしてた仲なのに。アイキャッチがアスランからキラに変わるのマジ笑う。途中までふわふわお嬢様だけどラクス返却見てから出撃するクルーゼを強い口調で止めてたりするし強い女の片鱗はあった。そらあんなドラマチックな出会いしちゃったら目の前の婚約者に思わず私あの方好きですわって言っちゃうくらい惹かれるよね。あのセリフ目の前の婚約者に言うのひどくて創生いるんだが言葉の裏には薄っぺらい言葉しかくれないお前と違ってキラは本心から私と言葉を交わしたぞという批判が隠れてるかもしれない。あの手のセリフは監督曰くアスランに焦って欲しかった面もあったらしい。まああれはキラに好意あったのもあるだろうけどアスランへの当てつけだろうなと思ってたよ。石田明、そのセリフを聞いてキラとラクス両方に火が湧きましたわら、これが正解だったのか。そりゃあ将来を真剣に考えてるなら嫉妬か怒りは普通見せるもんだろ、ノーリアクションって、あなたに興味ありませんと言ってるようなもんだぞ。これに関しては指輪見て嫉妬して手を力任せに掴んだユーナの方がマシだからな。別スレでも言われてたけど、序盤のラクス関連のアスランの対応、軍人としての対応ですらなかったしな。アスラン自身どう接していいかわからなかったからね。だからハロー送り続ける。ハロー送って喜んでくれたからってまたハロー送るのまあまあアホだよアスラン。催眠ガスやロックハッカー機能があるんだぞ。序盤のラクスがアスランの前で演技しか見せてなかったってのはないと思うんだよね。ラクスだって将来結婚する男の前で意図的に自分を偽ったりしないはず。それなのにアスランがラクスを、おっとり天然お嬢様としか思ってなかったなら、アスランがラクスと表面上の付き合いしかしてこなかったってことだ。だってラクスはアスランのことを割と理解してケツ叩いてたわけだし。まさしくラクスからしたら、その日運命に出会うだったんだなって。こんなロマンチックな出会いした上に、君は誰？テラクス自身を見てくれて、友人たちのために何かしたいってもう一度立ち上がる姿を見せられたらね。ニコニコ笑って、戦争はできませんよ。8話の時は真意はともかくクルーゼにすら、冷たい男だなって言われるくらいのヤバい対応しているアスラン。個人以上に婚約者補正のある対応のアスランとコーディ補正があってなお個人として接してくれたキラならそら後者に惹かれるわ。エターナル合流後に距離が近いキラとラクスを見ても全然嫉妬とかそういうのなさそうだったからなアスラン。まあその頃に若がりいたししっくり来ないと思ってたしアスランとの問答でラクス、クラインという人間を全く見れていないのを実感してしまったんじゃない。20年越しにラクスの心情が明らかになるにつれアスラの評価が沈んでいくの笑う。そこはだいぶ元からだし味方としての心強さとか別の方面では上がってるからセーフ。私あの方好きですわって婚約者から言われて嫉妬の一つもしないならそりゃラクスもこいつと恋はできないって完全に見限るわな。よりによってアスランの中の人は、何言ってんだこいつ、曰く、ってネタまじりにでも言ってるのに、肝心のアスランお前は、まあだから発言はストレートだけど恋愛には受け身仲狩りとは相性いいんだろうけど。アスラン的にはやっぱりあいつは変わってないんだな優しいキラと戦いたくない思いの方が強かったんだろう。別のスレで言われてたが相性がいいの意味がデコボコで相性がいいんじゃなくて、トツとトツで相性がいいみたいなこと、マジで友人としてならキラ、ニコルに次ぐレベルで仲いいから間違ってはないと思う、しかも女性で。少なくとも11話まではアスランに異性としての行為はあったんだなラクス。ラクスはアスランに恋愛感情を持っていたというよりは、将来結婚するにあたってちゃんとそういう関係を構築したいと思ってたように見えたかな。アスランだからというより、婚約者だから意識していたというか、相手から大量に送られまくったハロでお出迎え。何ですかこれ原点。私、あの方好きですわ。特に嫉妬と悲し原点、戦争の複雑さ、悲惨さを嘆く。笑って戦争なんてできませんよ原点。帰り際にキス待ち。日よって方にキス原点。まあでもラクスの方も不満をアスランに言えってのはあるので。ラクスはラクスでそもそも受け身女子とか本来の性格として無理だったから対応が違ったのはあるよな。逆にキラとうまくいけたのは若狩りに対するアスラン並みにガンガン言ってたからだし。アスランが見限られたって言うけどそもそもアスランからは、辞退なかったように思うんだが、なんというか最初から恋の相手じゃなくて親に決められた相手としか見てないよねアスラン。別に悪感情持ってたわけじゃないけど。だからアスランの俺がバカだから、に繋がるんだろう。婚約破棄が決まってからようやくラクスの人間性を見た。知ったところで好意が生まれるか否かは不明だけど、一人の人間と深い関係を築くチャンスを凝り固まった偏見で失っていたって。ラクスを助けに行くのを嫌がってたしな、今考えるとものすごいことだわ。ユニウスセブン落下阻止に、命を懸けた男が救助を渋るんだぞ。役割として見てくるオルフェに対して、またかよ、って思いあったのかなラクス。こんだけ長い間キラのこと思ってるラクスが今さら他の男になびくわけがなかった。別にアスランは取られたとも思ってなさそう。総裁すごい不満に思うかもしれないが本来の恋愛的なアプローチ自体はアスランにそっくりな気がする。とにかく攻めて攻めて攻めまくる。
実際興味なかっただろうし、友人としてはともかく。アスラク好きだった人間としては悲しいけどしょうがない、かけがえのない友人同士としてうまくやってほしい。アスラン若狩りに対してはめっちゃガンガン言ってるあたりマジで脈が最初からなかったとしか。遺伝子レベルの運命の相手を上書きしてねじ伏せるの除血すぎんか。アスランはパトリックの息子とザクト兵という枠に収まってて、ラクスはシーゲルの娘と平和の歌姫という枠に収まってたのが本当にお悪い。そこを見ずにアスランやラクスという人物だけ見て貫いてきたのがこの指定。この指定、特攻すぎる。こうしてみるとラクスって恋愛に対してコテコテなロマンス思考の持ち主だよね。制約結婚でもアスラン、ザラという男とちゃんと恋愛がしたかったからあれこれ期待したんだろう。そしてそれを全部外すアスランよ。ラクスからのボールを全てスルーしたアスラン、クリティカルホームランを連発したキラ。ハローもらって喜んだってヒットは打ったんだ。そのコースにしか手を出さなくなっただけで。ラクスからは、会えるのを楽しみにしておりますわと言ったり目閉じてキスオッケーポーズしたり歩み寄りしまってるんだ。一応、アスランがあかん対応ばかりするのでダメだこいつとなった。ラクス様と回を掘れば掘るほど面白い女。種初期のアスランにはまだ初恋の女性が胸の中にいたから、多分、でもポワポワ系お嬢様ラクスはカリダさんに近い気がするがそういう意味では惹かれなかったのか。アスランとラクスってそもそも好きな異性、同性の好みが近いと思うんだよね。だから親愛とかなら問題けど恋愛対象としてはお互いに矢印が向かない。ぶっちゃけキスマチまでしたのにひよってほっぺに逃げるなんてやられたら女のプライドこっぱみじんじゃないだろうか。見返すとあの後一人になった時の、大変そうですわね。アスランもってつぶやきが異様に声低くて笑う。アスランからは恋愛対象として見られてないから事実だな。制約結婚でもちゃんと形からでも恋愛しましょうな。ラクスとそもそもそんな考え自体ないアスランだから最初から話にならん。軍人だし民間人の彼女に悩み話してもな、ってのはわからなくもないが一応婚約者なんだからさ。ただまあそもそも婚約が破談になった理由が親同士の対立だから、情勢が動かなかった場合どうなっていたやらって感じではある。派閥の融和の象徴としての役割を放り投げられる二人かというと微妙だし、お互い割り切って仮面夫婦になった可能性も向きにしもひず。戦争が起こらなかったら割り切って形式上の夫婦をやっていそうではある。ラクスはアスランとの関係構築を試みてたし、アスランはそもそもカガリと出会うまで恋愛結婚自体にこだわりなさそうだし。映画前にリマスター見返したけど初期のラクスはラクスなりに婚約者のアスランと関係を構築しようとしているように見えた。アスランの方は婚約者に対してその言葉選びはないと思った。アスラン自体の恋愛観は熱情型だからアスランが僕年人というよりそもそもの恋愛対象として見ようという気持ち自体がない。アスランが見限られたというよりアスランに脈がないことにラクスが気づいたって感じじゃねこれ。まさか、君は誰、が特大クリティカルになるとはキラも思わなかっただろうあれ、ラクスも、あなたは誰なのですか。って今回映画で聞いたけどオルフェの答えはが、私はオルフェ、ラム、タオ、あなたの運命であり世界を平和に導くものっていうすごいラクスの地雷踏んでるしなお遺伝子と精神干渉でめちゃくちゃラクスには聞いたのは聞いた、後から否定してる。まあこの時期のアスランは母親、されたせいでメンタル死んでるから。仮に稲付けがカガリだったらアスランはどのような感じになってたんだろう。遺伝子的には相性いいところカバンになるよう作られてるオルフェが、中身はともかく見た目キラキラの王子様のテンプレしてるの見ると、そもそもだいぶ乙女っちくな脳みそしてるのかもしれない。オルフェの見た目はアウラが作っただろうからアウラの好みでしょうよ。ラクスが乙女チックな思考をしてるのは確かだと思うが、オルフェとラクスに関してはアウラとラクス母親が作ってるからそいつらの好みなんじゃねえかな。ラクスは腹黒いとか計算高いとか言うよりもガチガチのロマンス思考だよな本当に。お姫様と白馬の王子様の激しい恋愛に憧れるタイプ。設定的にも、純粋だからね。純粋だから時に計算高く見えてしまうことだってある。仕事人間のアスランがかがりにぞっこんになったの奇跡だろ。そのあたりちょっと見返したら辛くとも自分の意志で大切な人を守ろうとする姿勢と随所の優しさにプラス ZGMFX10A ラクスポイント加算しまくってる感じがある。捕虜だったラクスを連れ出したり、ラクス邸での、僕は、行くよと言いキラは自分で道を選ぶことができる答えを出せる人なんだよな。だから、ラクス、クラインとしての言葉を必要としない人ラクスが一人の女の子としていられる相手なんだよね。逆にアスランは、ラクス、クラインとしての言葉が必要な人だからラクスは気が休まらないというか、一人の女の子としてはいられないんだよな。そう考えるとアスランもこってこてのロマンス派なのかもしれんな。カガリとの出会いがドラマチックすぎたわけだし。アスランは母親みたいな人が好みだから、多分ストレートに思ってくれて、ストレートに叱ってくれる人がいいんじゃねえかな。ラクスには後者しかできない。キラに対する慈悲深さ見るときちんと弱音吐けば受け止めてくれたんじゃねえかな。アスランは真面目なのとプライド高いのも相まって弱いところ見せるの嫌がったからラクスとしてはどうしようもなかった感。
アスランくん小説だと無人島で別れる時に鏡見てシンデレラみたいだ、的なこと思ってて草生える。お前そんなロマンチックなこと考えるやつだったのかよ。やっぱアスランとラクスって実は似た者同士なんじゃねえの。似すぎてるから反発する、磁石の同極みたいなもんだよ。もしアスランがもっと女性経験豊富なチャラ男タイプだったらラクスにももっとモーションかけてたのかな。作中終盤でカガリに、いいのかよ、と聞かれてアスランが、俺はバカだから、って返したのが割と全て。アスランケツ縛いてカツを入れてくれるタイプの女が好きっぽいからラクスとは相性悪かったんだろうな。ラクス自身は上にあるようにしっかり尻を叩けるタイプだぞ。ただそれはそれとして乙女だから制約結婚でなあなあに行きたくなかったし、そもそもアスランがふわふわお嬢様しか見てないから出すタイミングもないんだ。ジャスティス乗る前に思っきり叩かれてなかった。アスランが考えて行動すればラクスと結ばれる世界もあったかもだけど、それで幸せになれたとも思えんのだよな。結局お互いに演技する関係になるだけだし、アスランが賢かったらお互いがもっと不幸だった。アスランに合ってるのは気取らずに大股で隣を歩ける相手ってことだ。社交の場でも自分がメインじゃなかったら向こうに美味しそうなケバブあったから食べに行かないか、くらいのノリできそうだもんな。かがり、さすがに今はそこらへん考えられる大人になったけど、これかがりの歩幅というか足の角度、身とほぼ同じで笑える。大股すぎる。かがり、アスランってロマンチストだよな、ラクス。かがりがロマンチックのかけらもないから余計ロマンチストに見えるのもあるそう。どっちにせよラクスは、になる。かがりとは出会いが、しか、されるかの敵同士で互いに本音をぶつけるところから始まったのも良かったかもしれない。プライドとか取り繕う必要とかなかったから。そう考えたらニコル、された後、キラと、試合した後に喋れたのも大きいんだな。キラとかがりからお互いの話聞いて。ってなる元婚約者コンビ。自由を脱の際にアスランの人となりを分かった上でケツ叩けたラクス様。アスランを理解してるってことは婚約期間中ずっとアスランを観察し理解しようとしてたんだよな。制約結婚でも理解したいと思うくらいにはアスランに興味を持ってたわけだ。そして理解したがゆえにアスランとは恋人としてやっていけないな、って考えてたのかな。自由でラクスのこと言えるとこからしてもアスランもなんやかんやラクスをちゃんと見てはいるんだよね。じゃあなんでシードの時はあんなんなの。アスランのメンタルが情勢とキラのことで余裕がない&本人が後に言うようにバカだったからという。アスランとパートナーになろうと彼女なりに歩み寄ろうとしたラクスと目の前のことで精一杯で彼女を理解しようと鋭欲を怠ったアスラン。自分が戦う以外の選択肢を選ばざる得なくて傷つき泣きじゃくってボロボロなのにラクスクラインという個人を見てくれたキラ、そやキラの方にズキュンとくるよなと思う。肩書きの多い二人にただの、アスラン、ザラ、ラクス、クラインとして見てくれた兄弟だ。焼かれ具合が違う。らしいぞ。同じロットで生まれたから、業が深いことしか書いてない。遺伝子的につがいになるやつに似てたプラスアノムーブされたら空をルフェ逆立ちしても勝てんわ。ラクス母真っ黒確定じゃねえか。真っ黒なら、ラクスにとってもますます狩田ママの存在が。伊達にガンダムシリーズでトップ狙って戦えるだけのお母ちゃんじゃねえな狩田、ヤマト。ハルマトウさんも妻関係がクソやべえのに普通にいい夫で父で生き残ってるのすごいよ。孫もやべえの確定だし、ラクスにとっては普通に娘として甘えられる唯一無二の母親。キラの親父、マジでアコードの不要な部分は排除して感応能力とかいいとこ取りしたんだな。アウラからしたら勝手に自分の研究パクられた可能性あるのか。そりゃ幽霊に対する感情最悪で失敗作呼ばわりするわな。掘れば掘るほど役ネタ出てくるのなんなん。だってコズミック、イラだし。を総合すると初対面時点で惹かれたのはアコード×スパコ効果だけど、その後はキラ自身の対応で好感が愛に消化された感じか。運命が前乗りした感じだな。いや、そこまで行くとキラとラクスの出会いそのものが運命だったのでは。この人めちゃくちゃ男前ですわ、好みのタイプですわ、はあったろうけど、至るところでポイント稼いでるから完全にやられた感じはある。そもそもオルフェとの相性の良さってラクスから見るともっとえげつないからな。何回か書いてるけど3回目の洗脳と言っていいかわからんが、一緒に頑張りましょうでの誘いは、ファウンデーションがヤバい奴ら。キラを攻撃させられた。 DP プラン復活させる。しかも自分たちが牛耳ろうとしてると分かった上で本当に落ちかけてたし、百科のレンタロウのビビーンくらいのレベルなのだろうか。遺伝子個性、実際メンタルに関しては3回目が一番きついタイミングで抵抗力が落ちきってたんだと思う。なんかキラを感じて一気に持ち直したけど、アコードよりもニキラが生まれてるし、本当に運命じゃなくて自由を取ったのか、ちょっと怪しい気もしてきた。まあ似てるって遺伝子的な意味じゃないだろうし、それにどんだけ運命の相手でも好きになれるムーブしてくれなきゃ無理は、それこそ映画で証明しとる。好みのタイプが特効なセリフを吐いたって感じかな。それで後に遺伝子レベルで好みな相手に口説かれたわけだけど、その頃にはすでに二人で積み重ねていったものがあるわけだし、絶対なびかないと。あかん、ギャグっぽく言ってる可能性もあるけど、あのラクスが、この男、
何って思ってた事実に爆笑してしまう。ただまあラクスの方もアスランの前ではシーゲルの娘でプラントの歌姫でお嬢様の役割を完全に脱ぐことはできなかっただろうから、相性やタイミングもろもろが悪かったということで。アスランが人を好きになったらどうなるのか、の答えが種終盤、種子序盤のカガリに対するアスランの行動なので、マジでお互い恋愛感情がない、むしろ最初のラクスの方がまだアスランに寄り添おうとしてた。まあ幽霊はだいぶ追い込まれてたし間違いなく他のことは考えてなかったろうな。禁断の自分の息子にまで手を出してるし、アウラ思考なら下手したらカガリもスパコにして指定でつがいにさせてたかもしれんが。確認してみたらキラの方が生年月日的にはコードよりも後発なんだな。てか日本的に言えばラクスの方が生まれた年は同じだけどキラとアスランより学年的には一つ上になるのを初めて知ったわ。アスランとも友人としてなら相性悪くないとは思うけど恋愛に求めるものの噛み合いが致命的っぽいのが。優しいんですけれども、とても無口な人、当時のアスラン老かこれだからなラクス、無口。あなたは客人ですが、ベサリウスは戦艦です。あまり部屋の外うろうろなさらないでください。あ、どこに行ってもそう言われるので、つまりませんの。仕方ありません。そういう、立場なんですから。思いっきり地雷踏まれてこの顔である、からの歯、この男、何？これは、わ、と思われる男。それでも心配して、辛そうなお顔ばかりですのね。この頃のあなたはって声かければ、とどめの、ニコニコ笑って戦争はできませんよだ。ふははこわかろう。気がめいってるようだから周りも私も気遣ってやってるのにその物言いはなんだよって普通の人はなるわな。それを口や態度に出さないだけ大人ではある。カガリは切れてしっかりぶつかってくるから、アスランはちゃんと対応しなきゃとなるから、その点じゃ相性いいのな。キラ様、とても優しい方ですのね。そして、とても強い方、一方キラはベタ褒めされていた。当時はあんなうじうじしてるのに強い、とか子供心に思ったなぁ。いやあの環境で自分の意志で戦ってるだけで強いわ。掘れば掘るほど、クライン家のご令嬢で、父に命じられた婚約者としてしかラクス扱ってねー。いや、幽霊は単に自分が最もいいと思う妻の面を PS して息子に与えただけだし。それがたまたま、オルフェ、とかいう先に作られたよく知らん奴と外観が似てた偶然くらいで、勝手に、惚れた、とか言われても、こっちとしてはそんなの知らないんだよね。きっかけはどうあれその後の関係はキラのあり方がラクスの金銭に触れまくったせいなのは確定してるからな。まあそのあり方のせいで一度ぶっ壊れたからだいぶ心配性になった気はするが、好感度の、桜大戦あたりで聞く好感度の下がる音が聞こえる。自分の素性を知った上で肩書きではなく、ラクス、クライン個人を優先するし故郷に返そうとする？自分だってよほどこっちに来たいはずの四面楚歌状態なのに友達がいるという一心で裏切らない。初対面でこんだけ特攻かましてるんだよなキラ。惚れる要素しかない。最初の出会いも種自由でも、囚われのお姫様とそれを助ける王子様なんだな二人は、そりゃもうロマンティクスよ。ラクスを安全圏まで送るアスランという意味では種のオマージュでもあったのかな。敵軍の艦に保護された時点でいろいろ嫌な想像はできるしその状況で連合の軍服まといながらラクスに手を差し伸べるキラ見たら好感度高いのわかるわ。アスランに対しては恋愛したかったというより結婚後の家庭を見据えて信頼関係構築したかったように見える。冷え切った仮面夫婦の家庭とか自分にとっても子供にとってもろくなことにならないもん。ラクスは結構乙女チックな思考してると分かった今では、自分の立場も危なくなるかもしれないのに見返りもなしにラクスを無断で解放するなんてことしてくれたキラが運命の王子様に見えても仕方ないと思うのよね。最終的に言うとすればラクスとは、単純に恋愛的な相性が合わなかっただけってことかな。キラが後発でオルフェに似ていたって部分考えると今まで必要ないし考えたこともなかったから独身&観王のスキルツリー伸びてこなかったけれども、今回の一件で一気に開花する可能性あるよね。実際一回ラクスのことを呼んだような描写があるし。ラクスってデザインがふわふわピンクで超可愛い女の子って感じで佐藤菓子のお姫様みたいな印象あったけど。は、なんこの男、とか、嫌がらせでいっぱい量を作るとかいい意味での生々しさがあって一気に親しみやすさが湧いた。まるで会いに来ないアスランへの全ハロけ仕掛ける嫌がらせと嫌味もあるぞ。運命の月の買い物でキラが試着した服をいいと思うで済ませてた時は、どうでもいいみたいですわねみたいにむくれてるし普通の女の子的な性格が素なんだろうね。ラクスとアスランの結婚って婚姻統制つまり、子供を産むことを最大目標とした結婚なんだよね。女性であるラクスはその辺意識してた可能性高いし、その観点で見ると相手を理解したり歩み寄る気がないアスランと結婚して子供を産んで真っ当な家庭築くのはちょっと難易度が高すぎるなってなるのわかる。立場上は敵であるにもかかわらず自分に優しくしてくれた。本当は嫌で泣いたりもしてるのにそれでもみんなを守るために戦ってる。自分を逃がしたらどうなるかわからないのにそれでも逃がしてくれた。
アスランの誘いに乗れば少しは楽になれるかもなのに、アークエンジェルにいる友達を守るって道を自分の意思で選んだ。どうしよう、ラックス視点だとマジで加点しかされないことしてる。